皆さんこんにちは、小場翔です。田村です。はい、今日のテーマなんですけれども、早稲田、慶応、就職先トップ10、私立大学二大巨頭の結構な差ということで、まあ、簡単に言うと早慶の就職先の会社トップ10をね、出していただいております。ヤフーニュースの記事でございます。皆さん見てみてください。概要欄に貼っておきます。で、この違いが結構あるというところで、今回はデータをね、皆さんと一緒に見てみていきたいかなというふうに思います。はい。で、まあ、簡単にあのデータだけ見たらすぐ終わるんですけど、うん、その後ちゃんと考察を話していきたいと思いますね。まずですね、早稲田大学の、2020年度の卒業生に関しては、12,281人ということで、就職者の割合は約 93% となりましたということですね。で、就職先として最も多かったのが富士通、2番が NTT データ、ということで、今こちらにデータを、出してもらおうと思います。まあ、1番富士通ですね、まあ、85名、2番 NTT データ81名、3番楽天グループ、78名、4番アクセンチュア、5番、東京海上日動、6番が IBM、7番が国家公務員一般職、8位が東京都職員一類、9番がみずほ、10番が NHK ということでございますね。なるほど。はい、まあ、一旦ちょっとこれなるほどで。先進みましょうか。はい、はい、じゃあ慶応どうなんってことで、まあ、慶応を一気に出してもらいましょう。はい、ドンと出しつつちょっと話聞いてほしいんですけど、はい、あの慶応はですね、そもそもあの人数が早稲田より少ない、皆さん知ってると思うんですけどね、うん、2020年度慶応義塾大学を卒業修了した学生は8155人、ね、うん、就職者の割合は 86.6% ということでございます。で、今出てると思うんですけど、1番が東京海上日動、うん、2番が UFJ、 3番が慶応義塾。これ何かちょっとあの分からない方いると思うんですけど、一応補足しておくと、はい、あの大学は大学職員の募集をしているんですね。はいはいはい、なんかイメージで言うと、あの教務課とか、うん、あのそういうところに就職しているんだとおそらく思います。なるほど。はいはい、もちろん研究者がその研究者がその研究者として大学に入ることもあるんですけど、はい、それを多分この就職の数には入れていないと思うので、うん、はい、なので OB をたくさんその事務方として採用しているってところなのかなと思います。なるほど。はい、で4番が、三井住友銀行とアクセンチュア、うん、6番が富士通みずほ、8番楽天、9番が、三井住友信託銀行、うん、10番が、野村総合研究所、通称 NRI ですね。はい、なので結構同じところもあるけど違いも大きいんじゃなかろうかと思いますが、うん、パッと見どう？そうですね、早稲田が公務員があって慶応が公務員ないっていうのが、そうなんですよ、やっぱ慶応の民間の強さ、民間の人気というか、そういうのを表してるんじゃないかなと思いますね。そうですね、うん、あの早稲田はもともとパブリック結構強いと、まあ、もう動画で多分もう何十回か言ってると思うんだけども、うん、まあ、それ申し上げている通り、あの東京都の職員とか国家公務員の一般職になる方が結構人数としてはたくさんいらっしゃるということですね。うん、はいはいはい、で逆になんか慶応に関しては、まあ、全然その公務員の人数的には、まあ、必ずしもまあ多くない、いるんですけどね、うん、トップ10で見ると違うというところですね。なるほど。はい、うん、あとは面白いのは慶応は慶応義塾に就職している人が結構多いと。そうですね、いうことですね。まあ、これは意外なんじゃないかなというふうに思います。はい、ただ似てるところはあって、うん、例えばアクセンチュア、うんうん、早稲田でも4位、慶応でも4位ですよね。うん、まあ、人数の違いは多少、6名ぐらいかな、違いはあると思うんですけど、はい、とか、あと楽天ですよね、3位楽天ですね、早稲田は。うん、で、慶応は8位だったかな、はい、楽天になっております。うん、あとは、みずほとか、あとそっち系ですね、9位かな、早稲田だと9位、慶応だとみずほは、6位みたいな感じにもなっております。うん、あと、三井住友は慶応だけかな。はい、かなと思いますけど、まあ、そっちの銀行金融系、あとは三井住友信託銀行とかね、はいはいはい、入っていますので、 UFJ とか入っているので、うん、まあ、金融はちょっと慶応が人数的には多いかなっていう。そうですね、まあ、金融っていうか銀行かなというイメージですね。うん、確かに。はい、ただまあ富士通なんかは両方ねランクインしてますし、はい、まあ、そういったところで言うと、まあ、似てる部分もあるんだけど違う部分もあるみたいな、うん、なんかこうベン図で言うとこう共通の部分もあるんだけど違う部分もあるみたいなとこかなと思います。そうですね。ただ、うん、これ面白いなと思ったのは、あの時代の流れをすごい反映してて、はいはい、その結局早稲田も慶応も共通している部分っていうのは、はい、やっぱり時代の流れがあると思うんですよね。はいはいはい、その以前のサブチャンネルで話したんですけど、東大の OB がコンサルすごい行ってるみたいな、はいはい、あったじゃない、はい、ありましたね。うん、それこそアクセンチュアとか人数すごかったじゃん。はいはい、多かったですね。でやっぱその時流があるから、まあ、早慶でもやっぱその傾向はあるよね、はいはいはい、コンサル人気っていうっていう主流で主流、そうそうそう、はいですよね。はい、なのでそういった部分もありつつ、うん、ただ早稲田の昔からのパブリックの強さとか、はいはいはい、慶応は結構その金融、まあ、銀行とか、うん、そういうとこ多いっていうので、まあ、結構その色合いの違いが出てきてるのかなというふうに思いますね。なるほど。個人的に慶応の方が、まあ、ちょっと偏見入っちゃうんですけど、ミーハーな人がなんか多いイメージありますかね。どうですかね。はい、まあ、なんか
多分その公務員とかと比べると、うん、その金融の方がまあ華やかに 見えるのかな、はいはい、だけど今ね別に銀行員が華やかとは誰も思わないと思う、まあ、まあそうですね、から多分ちょっとそうでもないと思うんだけど、まあ、バブルの頃とかはね、はいはい、公務員と比べれば銀行員の方が華やかだったと思うから、うん、それ何十年前30年前ぐらいですか、うん、34年前とかですかね、はいはいはい、とかだとなんかそういう風な時代もあったのかなというふうには思いますね、はいはいはい、ただですね、そういった慶応とか早稲田の違いっていうのが結構これ明確に出てて、うん、もちろんその学部がそもそも違うっていうのもあるんだけども、やっぱりなんか早慶でもその就活における雰囲気の違いっていうのは結構あるんじゃないかと思うんですよね。はいはいはい。うん、なので、こういったデータって結構僕に見てほしいなと思ってて、はい、よく早慶で悩む人っているじゃないですか。あ、多くいらっしゃいますね。ね、うん、で、別にさ、いいんだよ。好きな方行ってもらって全然いいと思うし、どっちの上下とか僕はないと思うんだけど、はい、ただ、その、なんとなくで決めちゃうじゃん、受験生。そうですね、だからこういうデータをね、うん、ぜひ見てみてほしいのよ、うん、で別にだからじゃあ慶応に行ったらもう銀行に行かなきゃいけなくて、早稲田に行ったら、ね、銀行に就職できない公務員になるしかないってわけじゃないんだけど、はい、多分周りの人がそうじゃん。そうですね、人間ってさ、うん、周りに影響を受けるじゃん。環境に影響を受けますね。そう、例えば分かんないけど、うん、じゃあ早稲田でも慶応、ね、大学入りましたで同じクラスだかサークルだか分かんないけど、うん、同級生がさみんな公務員試験受けるって言ってたらさ、はいはいはい、なんか自分も一応受けてみようかなとか思うじゃん。多分なりますね。とかいや、はい、みんなね、みんな銀行受けるね、うん、就活するってなったら一応自分も銀行受けておこうかなってなるじゃん。なりますね。そう、やっぱ人間ってそう周りに影響される生き物だから、確かに。だったらそもそも自分が目指してる方に雰囲気が近いところに行くのも手ではあるよね、うん、そうですね。そう、はい、別に絶対そうしろというわけじゃなくて、うん、どちらにせよ高校生の頃に早稲田かな慶応かな慶応かな早稲田かなってこう悩んで、うんうん、じゃあ早稲田慶応って決めるよりは、はいはいはい、少なくともこういう、まあ、もちろん立地とかねいろいろ見ていいんだけど、うん、こういうデータって意外に見てないんだよね、確かに。受験生って、うん、なんとなく両方就活強いっしょみたいな、うんうん、それは正解なんだけど、はいはいはい、せっかくだったらこういうとこまで見て、うん、志望校選択してもらえるといいのかなって思いましたね。確かに大学選びっていうのは就活に、まあ、することにおいて、まあ、影響少なからずとも及ぼしてくると思うので、まあ、そういった就活っていう観点も、まあ、指標の一個にしてみるといいんじゃないかなと思いますね、うん、本当そうなんだよね、うん、でたださ、その結構国立とかでもさ、はい、やっぱ色も出るし、そうですね、多分その海外とかでもそういう部分であると思うんだよね。はい、ありますね、うん、それこそ、うん、例えばイギリスの大学でもさ、はいはいはい、例えばケンブリッジ、オックスフォードとかってさ、うん、言うけどやっぱ違いあるんじゃないの。ありますね。例えば、まあ、オックスフォードだと政治家はいはいはい、目指す人だったり、ケンブリッジだとなんかこう理系の研究者みたいなのがそういう違いありますね。ね、なんかそういう雰囲気があるじゃん。はい、ありますね。なのでさ、そういうなんかこう、そこういうところも意外と大学選びに大事というか、そうですね。別にそれだけで決めろって言ってるわけじゃなくて、はいはいはい、迷ってるんだったらそういうところもちゃんと考えないと、うん、早稲田行ったのはいいけど、なんか自分は実は結構銀行とか憧れてて、うん、まあ今銀行に憧れる人はいないかもしれないけど、まあ憧れててね、うん、でもなんかみんな友達みんな公務員になりたいっていうから、はい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 、なんかちょっと自分だけ寂しいなみたいなね、うん、思うんだったら、なんかみんなね銀行受ける人が周りた方がいいかもしれないし、そうですね。そういう話は聞きますね、うん。まあ大学によってはなんか結構地元志向が強かったりとか、そう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 、なんか安定志向が強くて、みんななんか地元に帰って公務員になるみたいなこと言ってるから、ちょっと自分は上昇志向でなんかコンサルでイケイケな生活暮らしたいなと思ってるのちょっと違うなみたいな、うんうん、なんかそんな話は同級生の中で聞いたりしましたね。そうだよね、うん、だから結構そういう雰囲気の違いはあるから、うん、まあ、別に早慶どっちがいいとかじゃなくて見てみてほしいし、はいはい、調べれば G マーチとか、ね、うん、そういうところも出てくるんで、ぜひそういうデータを元にして受験生というか今のね高校1年生とか2年生の方は受験校選びしてほしいなというふうに思います。はい、はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。